何から突っ込めばいいのかわからないんですけど、一番の魅力はあの色彩の国なんですね。色に溢れてます。はい、壁に影を出して遊んでるうちに、オートミール王子こと山根樹里さんにオートミールの魅力について。最初に降りてきた檻です。そうですね、一人フォーカスしたそのコラージュ作品作ってみたいなと思って、節だけを25回塗り重ねて1ミリ。自分たちに会いに来た外国人はあなたが初めてだって言われたんですよ。これが藍染めの染料を、はい、